神社は火の輪を目がけてジャンプした。うまいもんだ。日本でも三本でも燃える輪の中をくぐり抜ける。おじさんがよそ見しているのに神社は3回4回と繰り返していた。 夜になった。お客さんが帰ってしまうとサーカス小屋はしんとした。時折風が吹くような音を立てて虎が吠えた。退屈かね。寝てばかりいるから いつの間にかお前の目も白く濁ってしまったよ。今日のジャンプなんて元気がなかったぞ。おじいさんの雑巾に答えていた。 おじさんが覗きにパンで覗きに来て来てそう。<笑>あれ来て、うん、と言った。神社が答えた。そうともさ、今日毎日同じことばかりやっているうちにわしは 追いぼれたよ。だろうな。ちょっと変わってやるから散歩でもしておいでよ。そこで